同棲していた彼女が死んでから2年、生きる目的を失った俺はのらりくらりと生きてきた。そして気がついた時には俺は人間の肉体を失っていた。ああ、本当にセンスねえサイボーグになってるよ。ネズミランドにでも行ってきたんですか？すごく青いご主人様だにゃ。人類は不完全、シフトアップの必要がある。私を助けて。負けてもいいんじゃない？ちょっと休んでみるよ。ありがとな。君は愛の塊のような人だね。